こちらも始めたいと思います。ちょっと壁が低いので音がかぶってしまうんですが、なんかこうコンベンションのちょっと偶像になっているような感じで、ちょっと楽な感じでかなりかぶってますが、もし聞こえなかったらお聞きください。大きい声で頑張ります。私 YouTube の佐々木と申します。今日は一緒に来ています。こちらのブースはですね、編集テクニックと使用についてということで、お話をさせていただきまして、本日スピーカーの方をお二人お呼びしておりまして、なんか編集テクニックに関しては、YouTube のチャンネル、ここさえもフォトークという名前のチャンネルを運営されている、もう一方、音楽の利用についてという点に関しては、インターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指しているクリエイティブコモンズのジャパン事務局に携わっていらっしゃいます中野浩介さんに、お話をいただきまして、お二人とも弁護士でいらっしゃいまして、そういった著作権に関しての法的なことも詳しいですが、特に今日は、クリエイティブコモンズという団体についてと、その YouTube との関係についてお話をさせてでは、永井浩介さんとよろしくお願いします。どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。永井と申します。今日はクリエイティブコモンズジャパンの、事務局のメンバーとしてこちらに来ました。で、今ですね、YouTube で、クリエイティブコモンズを使って動画をアップロードしたり、あるいは、クリエイティブコモンズがついている素材を使ってリミックスしたりってことができるなということで、今日はそのクリエイティブコモンズっていうのは何かということ、それからどうやって使えば面白いコンテンツができるかということについて2人でお話しできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせていただきますと、私はクリエイティブコモンズジャパンで事務局として作曲して、所属しております。主に、内部ではライセンス作ったりですね、イベントの企画などをやっているという感じです。で、本職の方は、弁護士をしておりまして、著作権や商標、あるいは、売れているような、IT 出版、ファストブランド、音楽、美術などを、のクライアントとの間でお仕事させていただいているというような形になります。はい、早速、内容に入っていきますけれども、僕の、パートではですね、クリエイティブコモンズライセンスと、どんな風に使われているのかということと、クリエイティブコモンズはそもそも何かということ、それから、どういう仕組みでこのライセンスが、有効に今使われているのかというところを、簡単にご説明させていただきたいと思います。まずは、実例ですね。例えば写真です。例えばプロの写真家の作品を、ブログに掲載するということで、これはジョナサン・ワースさんという、イギリスのカメラマンの方で、コリン・ワースさんやヒース・レジャーさんなどを、撮影したこともあるプロの作家さんなんですけれども、こういう質の高い写真を例えば、ブログのイメージ写真として表示したりすることもできます。次はアニメーションということで、例えば海外のアニメーション作品を、ダウンロードして視聴することができます。これは、ニナ・ファーレイさんという、シター・スイング・ザ・ブルースという作品なんですけれども、ニューヨーク在住の映画監督、兼漫画家の方で、自作のアニメ映画に接種ライセンスをつけて公開しています。で、今は違法な作品をダウンロードするだけで、著作権を侵害する作品を、ダウンロードしてみるだけで一応違法だとなってしまいますので、こういう CC がついていれば速度を気にせずに鑑賞することができると。で、もちろんこれを使って、リミックスして自分の作品の中に取り込んだりとかすることもできます。取り込むようにあとは、ちょっと現代アートですね。今、東京都現代美術館ではこの作品を簡単に撮影して、ブログにアップロードするということができるようになっています。例えば、こういう展覧会ですね、こういう写真を撮影してブログに載せて、ここにコメントをつけてということも、今はできるようになっています。それから、ミュージックビデオということで、例えば、ミュージックビデオなんかも、ヴィンセント・ムーンさんという方ですね、非常に映画賞の受賞経験もある、有名な映画監督の方なんですけれども、作品が全て、CC ライセンスにリリースされているということで、この人の作品も、ダウンロードして、使ったりリミックスしたりすることができるということになります。あとは例えばホワイトハウスですね。ホワイトハウスの方でライセンスが採用されておりまして、プレゼンテーションでこういう写真を使うこともできる。これは多分ケネディの写真だったりします。それ以外にも例えばアルジャジーラの、サイトですとか、あるいは、ナインインチネイルズという、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、有名な、アメリカのインダストリアルロックの、アーティストであるナインインチネイルズさんも、アルバムを出していると
で CC ライセンスで提供されていて、まあ、一部は有料でということになっているんですけれども、うまい具合に無料と有料を使い分けて収益を上げつつ多くの人に使われているという状況になります。で、まあ、もちろん、こういう作品を皆さんも使うことができます。で、全ての素材やそのクオリティの高い、まあ、データがインターネット上で簡単に手に入ることに、簡単に手に入ります。その、映画の一部やビデオの一部を切り取ってリミックスして、まあ、そこに例えば内心で音楽を載せて、でさらにそのジョナサン・ワースさんや、ホワイトハウスの写真をつけてパッケージを作って、写真を作るとってことがもう個人で可能であるというような、ことですね。クリエイティブコモンズからそういうことができるということになります。では、クリエイティブコモンズは一体何でしょうということで、簡単にその、仕組みですねについて説明したいと思います。まずクリエイティブコモンズというのはですね、それ自体はその国際的非営利組織ということで、アメリカに本店を持つクリエイティブコモンズという団体がありまして、その団体が、ライセンスを、まあ、普及させるということで行っているプロジェクトの総称ということになります。でクリエイティブコモンズジャパンというのは、これの日本版ということで、日本で普及ですとか、あるいはライセンスの、和訳をやっているという団体です。で、クリエイティブコモンズライセンスとはじゃあ何かということで、こちらはですね、簡単に言うと作品の作者がこの条件を守れば、自分の作品を自由に使っていいですよという使用をするためのツールです。これを例えば、ブログに、何か上げるときにですね、その脇に、ライセンスをつけることで、それを見た、ユーザーの方は、勝手にそれを使うことができます。勝手にというのはその権利処理を、お願いしたりとかその許諾を受ける必要はないということで、そのライセンスに使うため の連絡ですとかそういう手間が必要になります。もちろんお金もかかんないので、金銭的にも非常に、コストを安く使うことができます。ということで、じゃあそういうクリエイティブコモンズライセンスが、まあ、どういう具体的な仕組みになっているのかということについて、まあ、ちょっとご説明させていただきます。クリエイティブコモンズライセンスというのはですね、まあ、まずはその著作権法はそもそもどういうルールになっているのかというところからスタートいたします。著作権法というのは、まあ、オールライトリザーブドというふうに言われるんですけれども、つまりこれは、著作権がある限りは、全て勝手に使ってはいけないと。権利者の死後50年間までは著作権がありますので勝手に使ってはいけないということになります。まあ、逆にじゃあどういう時に勝手に使うことができるのかというと、その著作権の期間が切れた後、まあ、50年を経った後ですね、あるいはその権利放棄するという指示をされたものということで非常に限られていると。しかもこう01しかないので、本当に違法か合法か、数学を取るか、勝手に使うかという本当にそれが使い方しかできないというのは非常に、まあ、特にインターネット時代においては、まあ、不便であるというところが指摘できると思います。では CC ライセンス、クリエイティブコモンズライセンスとはどういうルールかといいますと、これはサムライトリザーブというふうに、言われます。一番左にあるのが、C、著作権のある状態、一番右はパブリックドメインということで、すべての権利を受けされている状態、先ほどの C マルチと RPP と対応していますけれども、その間にこの CC ライセンスというのはこう入ってきます。ちょっと分かりにくいんですけど、6個の、まあ、条件がありまして、この条件に従う限りにおいては自由に使えるということで、絶対許諾ないと使えないか、それとあるいは、勝手に、使えるものかって、ちょうど間にこう条件を加えることによってグラデーションのある権利を実現していこうというのがこのクリエイティブコモンズライセンスの肝ということになります。で、まあ、仕方ないこのライセンスどういう条件があるのかということについてはちょっとご説明させていただきますと、4種類のライセンスの種類があります。こちらにある4つですね、表示、非営利、改変禁止、継承で、この4つの組み合わせによってその条件を、決めます。つまり作家はこの4つの条件を組み合わせて、表示することでこれに従えば使っていいですよという表示になり、ユーザーにとってはこのその示された条件を守ることによって、自由に使えることができる。これによって、途中の、権利許諾のコストを、省いて非常に円滑に作業と使えるようになるというのが、クリエイティブコモンズライセンスのポイントです。この、それぞれのライセンスについてもうちょっとだけ詳しく見ていきます。はじめの表示場合ですね、これは、作り手の名前を適切に表示することということで、まあ、よくマルシーで作家の名前が出ると思いますけれども、その作家の名前を適切に表示することというのがこの場合の、条件になります。この場合をつけることによって、その自分の作品はいろんなところにフリーで、
伝わっていきますけれども、その際に必ず自分の名前が表示されるということで、課金性的なメリットとは違いますけれども、その、有名になるとかですね、そのネームバリューをつけるという意味では非常に、バリューというのはこう有効であるということになります。それから、非営利ですね。これは、基本的にお金儲けは NG ということで、ただし、まあ、許可取れば OK ではあるんですけれども、非営利であれば自由に使うことになります。これによって、非営利で使っているところには使ってはいけませんよということが言いますけれども、言いますし、そうじゃない、営利でやっているところには使ってはいけませんよと言いますし、非営利のところには自由に使ってもらえると。まあ、自分でその金銭的に利益を得たいときには、このライセンスを使うことが、まあ、行われるということになります。それから継承ですね。作り手の作品を勝手に改変しないこと。これはいわゆるそのリミックスという言われるようなもので、このリミックスを、することによって、あ、ごめんなさい、継承ですね。それはちょっと、こっちのマークですね。こっちが、あ、ちょっと、これは外壁です。どこですか、まあ、やっぱ動画を作成する。そうですね、ごめんなさい。このカーディン禁止の方は、そうですね、この勝手にリミックスするときに自分でこれを付け加えてはいけないと。つまり自分の作品性を、まあ、重視したいときには、このライセンスをつけるということになります。で、ごめんなさい、さっきの継承ですね、こっちですね。これはシェアライクというんですけれども、その自分の作品を使ってリミックスした人は同じライセンスをつけなきゃいけないと。ということで、オープンな作品をですね、自分の、孫、子供で作った人が有料で公開するとかってことになると、まあ、オープン性がこう狭くなってしまうということで、例えばそういうことを防止するときに、このシェアライトをつけることによって、自分のライセンスが継承される形で、どんどん次の世代に、作品が変わっていくということになります。で、その4つのライセンスを組み合わせて6つの条件を設定することができます。で、この左一番線の倍ですね、表示については必ずつけなきゃいけないということになっているので、まあ、こういう条件、この6つの選択肢ということになります。まあ、このライセンスを利用するメリットとして、まあ、先ほどちょっとご説明しましたけれども、作者としては著作権を保持したまま作品を自由に融通することができる、ユーザーはライセンスの条件の範囲内で再開発やリミックスなどができるというところが見落としてあげられます。で、まあ、特徴ですけれども、先ほどのように、まあ、ライセンスは6種類でシンプル、あまり難しいと、まあ、使いづらいということで、できるだけ限定した内容になっています。あとは表示形式が3種類ということで、ちょっと利用者、コンピューター、法律家のためのそれぞれの表示形式ということで、若干分かりにくいんですけれども、一般的な人が見ても分かりやすい古文書、3つ条件がありますよというようなものと、ライセンスですね、法律家が見て、実際に裁判でも使えるようなライセンスになっている、それからメタデータで、構築されているので、検索も非常に容易ということで、コンピューターにも法律家にも、そして一般の人にも、分かりやすく、使いやすくなっているということになります。例えば、CC ライセンスがついた素材というのは、こういうサイトで、見ることができます。で、具体的な使い方についてはこの後サイナさんの方から、説明がありますので、僕の方では届かせていただきます。ということで、すいません、ちょっと駆け足で申し訳なかったんですけれども、クリエイティブコモンズの、概要ですねというのは以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。